すごいね。どうもありがとう。ああ、私が思ってるやつね。そう、たくさん、そうなんですよ、そうなんですよ。もうめちゃくちゃたくさん歌番組に出演させていただく機会ができて、そう、なんかね、ちょうど告知されて、私リツイート、引用リツイートしたんですよ。で、引用リツイートしてポチってした後にこう自分のが反映されたかなってこうシュッてタイムラインをやるんですけど、だからこう自分のが反映されて、そんな上にトシさん、トシさんのツイッターがシポって出てきて、でベストヒット歌謡祭出ますって書いてあって、すごい秒数が結構自分の多分ツイート時間とすごいほぼ近くて、あはわーって思ってそのリアルタイムでそこで、X ジャパンさんの、そう、私 X ジャパンさんすごい好きなんですよ。なのでそう、とても嬉しいですね。かもい、ありがとう。そう、すごい、もう初ですよ、初。すごいですね、すごいですねって、すごい、なんか一言みたいに言っちゃうんですけど、本当に嬉しいです。はい、ありがとう。コウモリ生放送なの？そう、生放送です。観覧募集も多分してる。なんと3年ぶりの有観客、なんかコロナで有観客じゃなくて、そうで、今年は観覧が多分応募できるので、ぜひぜひご予定が空いていたら、そして生放送でもありますので、テレビでもぜひ。この時間の配信ありがとうございます。この時間で配信せんよね、あんま。やっほー。なんだ、この時間ね、大抵、ご飯食べて寝る時間なんですよ。眠くなる時間なの。だから、もう配信してしまおうというわけでございます。最近の私のね、なんか生活ね、まず朝6時とか7時に起きるんですよ。でそこから、まあ、大体起きててずっとで、まあ、眠くなったら二度寝する時もあるんですけど、大体仕事の時とか起きてるから起きてて、で大体昼間に眠くなるんですよね。そしたらで昼間にうとうとして、でなんか移動中とか寝れる時は 1,2 時間は寝て、そう、昼寝挟むので、夜ご飯食べて、で夜寝だいたいまあこの時間とかにもし寝れそうだったら寝て、で起きて配信して、この0時回ってからお風呂入って、でいろいろして、もうお肌とか髪の毛とかいろいろして、で夜中の2時半とか3時ぐらいには絶対に寝るの。2時半ぐらいかな、最近で。また朝6時とか7時に起きるのだからなんかまとまった睡眠じゃなくて、なんか睡眠をこう散らばせてます。こまめに寝てます
もうなんか朝の6時7時はなんか起きちゃうんですよね勝手に。夢めっちゃ見そう。今日夢見たんですよ。すっごい焦る夢を見たんです。本当にお疲れありがとうございます。もうなんか今日の夢は本当にもうめちゃめちゃ怖い夢で、なんか歌番組の生放送に出る夢だったんですけど、なんかトライアングルセンターじゃないですか。で誰がセンターするかって毎回そのちょっと直前に決まるんですよ。2日前とか3日前とかに。でなんかその日誰がセンターなのか自分知らなくて、でリハーサルなくて、でなんか誰が今日誰がセンターなんですかって本番前に誰かに聞いたんだけど誰も教えてくれなくて、で誰がセンターなんですかってすごい言いまくって、でトライアングルのあと千穂ちゃんとユミリンさんに誰がセンターなんですか、今日は誰がセンターなんですかってすっごい聞いて、で千穂ちゃんはもう無言でユミリンさんがうるさいって言って、で誰がセンターか分からずに出てポジションがやばいやばいってなった夢を見ました。これは夢です。すごい焦りました。こんなことがあってはいけない。夢です。これは夢です。現実ではありません。誰がなんかポジションが分からんなる夢みたいね。これで目が覚めた。ポジションわからんくて、アレチにポツンと咲いてるその花、もう A メロから場所が変わるんですよ。その誰がセンターってなった時に、イントロは大体一緒なんですけど、その A メロが変わるんですね。A メロの位置に行けなくて、こんなんなんて。ありがとうございます。センター普段はこういう風に知ります。2時間前じゃないや、2日前とか2時間前は危なすぎる。2日前とか3日前とか、だいたいでも公演はいつ知るっけ、なんか送られてくるんですよね。昼は誰で夜は誰ですとか。直前でセンターもうできるっちゃできるけど、焦ります。はい、リハーサルはしたいですね。なんかねいろんなバージョンの押しすぎて16人のやつして、6人バージョンして、7人バージョン今 PR 舞台でやってて、でポジションがちょいちょい変わるから全部がごちゃごちゃになっちゃうので、そうなんかリハは必要ですね。そうなんです。なんかそうでもなんか最近7人でやることが多かったので、そうそうそう、7人でやること、ツアー PR 舞台での活動が最近多いので、あ、そう PR 舞台といえばそう SKE 劇場、そうなんですよ、11月15日、ちょっとこれまた平日なんですけども、
11月15日に、SKE48 さんの劇場に、はい、出張公演で行かせていただくことが決定いたしました。ありがとうございます。嬉しい。立ったことありますか？あります。一度、そう、出張公演1年目うん、その時に。そうなんです。広島劇場は来ないのって。広島劇場ってなんだなんだんだ。ホームにありがとう。めちゃめちゃそう、劇場綺麗、すごい。そうなんですよ。楽しみです。行ったのも3年前4年前、うん、くらいだから、久しぶりよ本当に。なんかさ、待って、なんかさ、 SKE さんはさ、なんかこういう幕じゃなかったっけ、あれ、こういうさ、こういうなんていうんですかね、こういうやつってなんていう、この幕がさ、こう前に幕があってさ、こう開いてくるタイプのやつ、なんていう歌いかわからんないんだけど、そうよね。カーテンっていうか、なんかそう、カーテンっぽい、カーテンみたいな幕言葉が足りんけど、こんなやつです。こんなんです。こう左右にこう開くタイプのやつ。そうです。オーバーチュア中に、そう、めっちゃ早かった記憶あるんだけど、開くの、シュワーン。私の記憶が正しかったら。そう、楽しみです。とてもお待ちしてます。11月15日木曜日だっけ。ホームにありがとう。夜公演のみですね。 NMB さんの劇場は昼公演と夜公演2公演なんですけど、 SKE さんの劇場は夜公演のみとなっておりますので、はい、火曜日か、あれだ、11月10日が木曜日だ。混ざってた。ベストヒット歌謡祭が木曜日です。11月ね、いっぱい発表あるね。ね、まだあるかもしれません、知らんけど。ありがとう。いろんな場所、そう、うん、匂わせ、いいえ、匂いません、香ってきません。
でも11月はなんかいろいろありそう、あるねあるね。じゃあありがとう。なんかいろんなことが平日開催でちょっと皆さんに来ていただけるかなっていうのはすごく思うんですけど、かぼちゃんありがとう。よければどこかのタイミングでお待ちしております。なんかうちのお母さんがねなんかお母さんが仕事でなんか私がお知らせするんですよ、〇〇あるよって、次は〇〇あるよって言ったら毎回ねその度に仕事のね勤務表を確認するんですよ、こう確認して、で、はぁってすごい大きいため息をついていけるわってうちのお母さんが何かしらに行きたいって言いながらいつも勤務表を確認してため息をついてるんですよ。大盛りありがとうございます。でやっぱり1ヶ月間とかこう結構前にこう勤務表ってこうバーンって決まったりするじゃないですか、こうバーンって、だからその急に移動ができないからみたいな、こう見てバーンいけないみたいなそう、一緒。コウモリありがとうございます。日帰りで行こうとしとる？日帰りか夜とかやったらね難しいけど、お母さん、でもお母さんは PR 舞台の何かを見に行きたいとかすごい言ってたけど、うん、そうよ、まあ何か来てほしいですね。ゆうきゅう、ゆうきゅう、ゆうきゅう、難しいです。今日ね、今日の中村の出来事聞いてください今日あった中村の出来事を聞いてほしい。なんかね、私北海道展とか大好きなんですよ。なんか広島とかデパートとかにあるなんか北海道展とかってたまに開催されたりするじゃないですか、何月か何日から何日まで北海道展やってますみたいな、あ、そう、物産展っていうんですか、そのなんか北海道のものがこういっぱいこう海鮮物、うん、海鮮とか芋とかすっごいいっぱい並んでて、でそう広島のそうデパートよくやってるんですよ、北海道店とかなんかいろんな、なんかで私もうそういうのが大好きで、ね、よく行くんですよね。で今日行ったんですよ、今日やってるってのをなんか今日からやるみたいなのをすごい頭の中にずっと入れてて、よし今日行こうと思って今日行ったんですよね。でなんか別になんかこうお目当てのものがあったわけじゃないんですけど、なんかちょっと見に行こうっていう軽い気持ちで行ったんですよ。そしたらもう本当にそご、うん、そごじゃんもう本当にみほりに会った、え、会ってないよ、そう本当にもうすっごいもう熱量がすごくて、でもうこういろんなお店があってこう通るたびにどうですかっていう熱量がすごかったんですよ、本当に店員さんので、なんか
なんか試食どうですかって言われて、でなんかお腹が割といっぱいだったから、いや大丈夫ですみたいな感じでこう断ってたんですけど、な試食をもうあるところでもう試食をもう渡されたんですよ。もう絶対にこれをあなたは食べてくださいみたいな感じで渡されて、でもう本当にもう絶対にもうこれは食べんといけんっていう状況に陥っちゃって、もう受け取ったんですよ。でなんか食べたんですけど食べたんですよ、まあ、もういただいたから食べて、ですごい商品の説明されて、ね、ちなみにこれも食べてくださいって言われて、でいやもうちょっとお腹いっぱいなんでって、もうそんなこと言わずにって2杯目を盛られたんですよ。で2杯目そのなんかサラダみたいな感じだったんですけど、海鮮みたいな、であーって言ってこう食べて、でそしたらありがとうございました、ごちそうさまでしたって返そうとしたら、そしたらなんか次のを盛ろうと してたんですよね、3杯目を。でいやもう本当にお腹がいっぱいなんですよって言って、もうめっちゃ断ったんですよ。もう本当にもうちょっと無理でって断ってそう3杯目に行こうとしてて、で断って、じゃあどうしますかって言われて、でどうしようどうしようって思って、でいろいろ考えたんですよ。でなんかそこのお店 3,4 種類ぐらいなんか商品があって、でじゃあと思って、なんか100-200g のなんかわかめがあったんですけど、わかめをじゃあこの 200g のわかめでってわかめ買ったんですよ。でわかめ買ったんですけど、そしたらはいこれねわかめとって言われて、わかめとみたいな、わかめとどうわかめとわかめとって言われ、もうとって言われたらもう一個なんか買わないとなって気持ちになるじゃないですか。だからわかめとじゃあこの乾燥のなんか海藻なんちゃらかんちゃらでみたいな感じで、なんかそれも 200g 1000円ぐらいのやつ買って海藻まみれになって帰ってきたんですよ。はいもう断れない、すっごい熱量だったの。推しに弱いそうよカモキューって言わないでください。もう確かにカモなんですけど、ちょっとうわーってなって、でまああのね、でもわかめとかねお味噌汁に入れると美味しいですからね。そうでもね、すっごいもうあの店員さんが2人いらっしゃったんですけど、私のことをすっごい褒めてくるんです。もうすっごい、もうあなたはすごいもうあのお肌も綺麗で、もう美容にいいからわかめよみたいな感じで、これはもうダイエットにもすごくいいですって。そうで、えそうで、なんかすごい褒められたんですよ。だってもう褒められたらもうねえねえかも。で、え、そう。で、なんか、これはもう、こうやってすぐ調理するだけですぐ食べれるし、みたいな。もう、絶対に買った方がいいですって言われて。褒められたら、買う。うん、そう、もうこれはもう美容にいいのでって、うん、あなたは絶対に食べた方がいいって、これはあなたは絶対に食べた方がいいです、もう本当に食べるべきだと思いますみたいな感じで、もう本当にもうはいって感じだったんですよ。だからもう皆さん軽い気持ちでいくと買ってしまいます、物産展はい、ちゃんとこう何ですか、あれ買うぞっていう心意気で行ったら多分そんなことはないんですけど、私はこうフラフラーっと
美味しそう美味しそうって言いながら回ってたからでもまだこの話は続きますコウモリありがとう。で私このわかめをね持って今度また歩いてたんですよ。そしたら美味しそうなシューマイがあったんですよね。でシューマイ美味しそうと思ってこう見てたらたらもうすっごいもうこれはあの北海道にしかないあのブランドを使ったシューマイなんですってすっごい言われたんですよ。すっごい言われちゃって、でもそしたら奥からなんかシューマイを作ったであろうコックさんみたいな方が出てきて、でこうトントントンって出てきてこうポンって置いたんですよ。なんかその台の上にポンって置いて、そしたら200円引きっていうのを私の目の前に置いたんですよ。今から200円引きにするみたいな感じのことを言われて、もう宣戦布告ですよ。私が200円引きにするって言われてマジみたいな、もう だから絶対に買った方がいいって言われて、絶対に買った方がいいって、もううわーと思って、でそのシューマイがなんかその1パック1600円とか1400円ぐらいで、まあちょっとまあシューマイにしてはまあちょっとお高めなのかな。でさ、迷ったんですよ。で、まあ、でもその選んでて、でもうこれもおすすめです、このシュもう種類がいっぱいあったんですよ。もういろんなもうエビシューマイとか椎茸が乗ったシューマイとか、なんかもういろんなシューマイがあって、このシューマイもおすすめ、このシューマイもおすすめ、こちらのシューマイもおすすめって、いろんなシューマイをおすすめされて、でなんかええじゃん1個買おうと思って、どれにしようかなってもうこう迷ってたんですよ。もうじゃあ1個買おう、まあ、シューマイ好きだしなと思って、どれにしようかなと思ったら、その200円引きを出してきたコックさんみたいな人が、まあ200円引きだから1個とは言わんよねって言ったんですよ。だから私はこれでもう2個以上買うことが決定したんですよ。でどうしようってなって2個噛んだんですよ。じゃあこれとこれとこれで、エビシューマイとなんかもう1個詰め合わせみたいな。なんで買うの、だってもう勝負だったんだもん。なんかそのもう買うよな、ここで買わんかったら負けだぞみたいな感じで、で買ってしまいましたなんでちょっと北海道店で5000円くらい使いましたね。なんてことだ。あの本当に乾燥わかめと、乾燥わかめっていうかわかめとも海鮮のなんかと、そう、あとはシュマイふ予想外の出費、そうだね、シューマイ、そうさっき食べたよね、めっちゃ美味しかったわ、確かにあれ美味しかったね。え合計って言ってる5000円、そうそうね、多分約5000円ぐらい使ったね。使いすぎ、そうね、でもまあ使いすぎたけど、まあ結構使った、美味しかった。私はねもう推しに弱いんです、押さないでください、お願いします。なんか押されると正常な判断ができなくなるんですよ。なんか全然もうなんか本当にこう冷静に考えられなくて、押します、え、押し違い、もう押し違いだ、そうプッシュ、ファイトありがとう、コウモリもありがとう。でもねなんかその海鮮みたいなところの
なんかわかめ売ってたところはもうだって試食をねもうたくさんなんか食べさせていただいてからの店員さんがでどうするって言ったんですよ。もうでどうするって言われたらもうねって感じですよね。ねでどうするはもうでどれにするみたいな勢いだったんだよね。本当にありがとうございます。もう、でも食べますもん。食べますもんね。経済回してるか。満足のいく買い物だったの？うん。なんか、まあお金を使いすぎちゃったなって考えるときはよくあるんですけど、まあでも、いろんなお店、この世の中にはいっぱいいろんなお店があって、きっとみんな、すごい、やっぱ、こう、なんかなんて言うんだろう。なんかいろんなこと考えたら、いや、やっぱ買ってよかったなって思うようにしてますよ。はい、はい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 。でも確かにちょっとこれは今日はめっちゃいっぱい押されましたね。わかめとシューマイに。で、あのそのもうシューマイ買った時点で私はね力尽きたんですよ。もう体力がなんかこれはもうダメだって思って帰りました。はい、帰りました。わかめとシューマイを抱えて。ちょっとね、もうね、早歩きでね、こう、そう。でもすっごい、熱意がすごかった。すごかった。やっぱりでも、そういう熱意って人の心を動かしたりするんですよ。すごいなって思いません？やっぱ大事ですね。情熱の心。大事ですね。だって私はそれで動いたもん。もう、これ、買うってなったから。そうだよ。出勤さんありがとうございます。中村舞です。北海道って情熱的だよ。そうだ、情熱的なの。うん、めちゃめちゃ明日も行ったり、でももう一回行きたい。なんかね、めっちゃ海鮮丼美味しそうなんよ。本当に美味しそう。なんかでも11月の前半ぐらいまでやってるからまた行くかも。美味しそう。海鮮丼ね。えね、海鮮丼いいなって思って結構見に行ってたんですけど、わかめとシューマイを買って帰ったので、はい、海鮮丼めっちゃ美味しそう。ウニとかイクラとか美味しそう。ありがとうございます。困っちゃうよ。タワーもらった、ありがとうございます。すごい、何これ、何タワー。あずゆいさんありがとうございます。これ吸血鬼ヴァンパイア。カモ？カモ？カモ？
ありがとう。うん、シューマイだわ。わかめシューマイ。物産展。うわぁ。逆にみんなはさ、みんなも買うでしょ？いや、本当にみんなに行ってほしい、あの現場に。絶対にみんな推しに負けるって、あの情熱聞いたら絶対買わない人はいないって、本当に。マジで、買ってしまうって。買う？買わない？いや、そう言ってるだけだよ。その実際目の前にさ、そういう状況が広がった時は、絶対に買ってしまいます。絶対にな。買うもの決めて、ああでも私買うものがそうあんまりこう定まってはなかったんです。気になるから行こうみたいな感じで行ったので、そうなんですよ。本当に買った時点で、いやもう買ったらもう、もうあれ勝負だったね。何を買うかっていう、どれぐらい買えるのかっていう私が勝負だった。もうシューマイ屋さんのあのシューマイを作ってるであろう方のその何ですか、シェフみたいな人のもう目がすごかったもん。もうしかもね、その人はなんかもう静かに燃え上がるものがあったの。なんかね、こうコトンっての200円引きってのをこう置いて、もう本当に静かになんか、まあなんか、まあ今から200円だから、まあ一個とは言わんよね。みたいな感じの、もう、すごいもう、なんか中から溢れ出す何かがあったんですよ。しかも、私が来て、私がもう、来た瞬間に、目の前で置いたんです！そういうことですよね。勝負って感じだった。ありがとう。しかもなんか私が来たから今からセール始めるみたいな感じだったんだよ。本当にそうなんですよ。なんか特別感をちょっと出してきたんですよ、一瞬。なんてことですか。そういうことですよね。テクニックなの？そうなの？これ？そうなの？もう一回行ってみようかな。もう一回行っちゃダメ？もう一回行ってみようかな。でもめっちゃ美味しかった。だってお姉ちゃんもうまいうまいって言いながら食べてたよ。だから買ってよかったなって思います。めっちゃ喜んでました。うん。戦いたい。え、でも私好きなんよ。シューマイ。まあね、マイっていう、なんか入っとるじゃん、文字が。シューマイ。そう。それもあって好きなんよね。共食い？そう、シューマイ。シューマイの前。リピーター？嘘、言ったら覚えてくれとるかな。
今日はね、なんかね、体力100あるうちの50、60ぐらいをその物産展に使いました。もうめちゃめちゃ使いました、体力。本当に体力温存していった方がいいですよ、物産展。この中で物産展で働いてる人いないかな、ちょっと。物産展ね、すごいから。もう戦場だから、あれは。本当に。戦いだよ、もう。しかもね、その、物産展って、こう、何ですか、こう、特設な感じで配置されてるから、こうギュッてなってるんですよね。こうもう、本当に、そのスペースにいろんなお店がこうあって、こう、屋台みたいな感じに、こう、配列されてたりして、こう、こっちにもあるし、こっちにもあるみたいな。お店がね、こう、こっちにもある。だから、こっちからも話しかけられるし、こっちからも話しかけられるみたいな状況がずっと続くんですよ。で、もう、わーってなって、で、もうすごい試食渡されますからね、もう。だってもう今日試食を渡されるとき、その店員さんの手が、もう本当に50センチぐらい伸びてました。もう。めっちゃ腕長いと思ったもん。あーって。なあ、やん、なあ。わかめ買いとこう。わかめ。わかめとシュウマイ。物産展は、物産展は戦いだ。バイマイオ。皆さんしっかりとこの言葉を覚えておいてください。物産展は戦いです。覚悟して。挑め。バイマイオ。あずゆいさん、ありがとうございます。物産展は戦いだ、覚悟して挑め。これは私からの、はい、教訓。あずゆいさん、ありがとうございます。ぜひ物産展へ行ってください。マジで物産展行ってほしい。本当に行ってほしい。もうマジで行ってほしい。行ってほしい。ありがとう、コメントもありがとうございます。ドラキュラ。ロマンですよ。わかる、わかる。めっちゃ美味しそうよ。本当に。全部美味しそう。なんかね。でも、気をつけて欲しいことがある一個。なんか、グラム単位で値段を書かれてることが多いんです。だから、あ、安いと思って見て、いっぱい買ってしまった時に、実はグラムで、めちゃくちゃ、お金がかかるって時があるので、本当にそれは気をつけてください。マジで、その、わかんないじゃないですか。なんかこれ何グラムとかわかんないから、
こう乗せて計量機に乗せた時に全てが明らかになりますから、はい、もうでも計量機に乗せてしまった時点で後には引けないんでね。そう、なんかそうなの、なんかね見本みたいなのが置いてあるのよ。そうで、それが多分何グラムなのかあんま分かんないのよ。で何グラムいくらっていうのがあんまり分かんなくて、こりゃいくらだって、あいくらもありました、めっちゃ嘘だったの、本当にいくら買いたかったな。次はいくらを買いに行きたい、いくらウニいくらつながりで、大変大変大変です。何グラムですかって聞いたら、そこから始まります物語が、はい、始まります。でもね、なんかね、感覚がちょっと麻痺するんですよね。物産展とかに行くと。なんか、ちょっと、普段スーパーとかで買うときに、まあなんか安いもの買おうとか思うじゃないですか。ちょっとお得なものを買おうって。でも、なんか物産展とかに行くと、なんか特別な感じがして、なんかもう、こう、なんですかね、その旅行のお土産と一緒で、ちょっと金銭感覚がわかんなくなっちゃって、結構使いがちなんですよ。あるあるだよね、結構。みほりんも今日物産展に行ったらしい。いや、これみほりん買ったか？私と同じように、もしかしてワカメとシュウマイを買ったんじゃないのか？ワカメとシュウマイのお店はもう熱気がすごかったぞ。本当に。いや、みほりん絶対ワカメとシュウマイ買っただろう。私は、そう、これを予想してます。みほりん絶対どっちか買ってるって。絶対買ってる。イホリン。イホリンネギ背負ってない？え、イホリンどんな感じなんだろう？買い物した時。わかんないや。買わないのかな？いや、買いそう。買いそうだけに。マカメだけに。買いそうだ。今日ね、ダジャレしか出てこない、ちょっと、ほんとに。ありがとう、ありがとうございます。みほりん買ってたの？ありがとうございます。いやー、でもまた行くね、多分。お父並み、お父さん、大丈夫。私今日からエアコンデビューしたんで、エアコン、暖房、暖房デビューしたんで、もう超あったかい。しかもください、今日はこんなモコモコも着ちゃって、ピーナッツ、スヌーピーです。そうなの、パジャマなの。見てくれ、上下。そう、あったかい、あったかくしてください、皆さん。
なんかさ、暖房って普段何度ですか？大体皆さん暖房何度ぐらいでつけるもんですか？暖房20度？24度？つけません。つけない、いや、つけるときは23、22。あー、聞いてください、私の今日のもう本当になんてこったなエピソードがあるんですよ。なんか朝、昨日の夜にもうすっごい眠たくなったんですよ。でも寒いし眠いしで、もうとりあえず眠いけど寒いから暖房だけこうもう寝ぼけてポンってつけたんですよ。でつけて、で、あの暖房というボタンを押して寝たんですよね。だから朝すっごい暑くて目覚めたんですよ。暑くて目覚めたんですよね、私。でバッて、もう部屋がもう真夏みたいな温度になってて、見たら暖房が28度でついてたんですよね。でびっくりして、でなんかその私普段冷房は28度でつけてるんですよ。28とか27とかで、なんか温度が変わらず暖房にだけこう切り替えてなので28度っていう温度は変わらず暖房に切り替わったんですよね。だからめっちゃ部屋が暑くて、そう、暑くて目覚めて高熱ですよ。もう本当にびっくりした、もう暑すぎて電気代で、確かにちょっと温度下げましたよ今。そっからっからね、目覚めた。まあ何度、今は24は普通ぐらい、20、みんな20前半ぐらいだったね。なんかまたつけるべきじゃないんだな。あ、ちょっと、あー、みんな見えてる？止まった？止まったかも。ちょっと今見えてますか？止まった？あれ？見えてる？じゃあアラームが鳴りました。私の寝落ちしてたらいけないからアラームかけてたんですよ。そしたらアラームかなって今一瞬止まりました。すいません、ただいま。そう、夜にアラームかけるの、そう、くるくるしてた。見てる？ヤッホー、ただいま。本もいい、ありがとう。でもただこのアラームこの時間にかけても、あの寝てたとしてもスヌーズにしまくってどん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 引き伸ばすので、仮眠予定だった。なんかね、眠くなっちゃうよすぐに。そう、いけね。今日は早い？今日何時？今まだ全然、今日早いじゃろ配信。暑くなってきた。なんか勢いよく話したら21時41。あ、1時間ぐらい話したわマジでもうずっと話しとった。はあ、上舌？滑舌悪くない？そうです。何時までやるの？何時までしよう。私あんま時間決めてない、いつも。時間決めようか。待って、サイレント見る？え、待って、今日だっけ？え、私いつもさ録画してさ見るか、あの見逃し配信とか見てるからさ。
今日か、ちょっとサイレントっていう今ドラマ見てるんですけど、今日22時から、そう見逃し配信いつも見てる。そうなの、サイレント見てます。 TVer でも見れる、でも1週間ごとじゃけ気をつけんといけん。スパイファミリーも見とるよ今、割と結構その最新話見とるわ。誰が出てる？川口春奈さんがサイレントに、なんとね、あの川口春奈さんの役が、役っていうか働いてるところがタワーレコードなんですよ。でタワーレコードさんで働いてて、なんかおーってなりました普段よく行くからそう、普段よく行くところでタワーレコードのそのエプロンみたいなつけてて働いてて、そうよく行くから、おタワレコ面白いですよ。じゃあ22時ぐらいまでやる。とか言って寝そうだな、寝て1話、私ね1話見てなかったんよ実は、見てなくて、でそしたらもう千穂ちゃんもうすっごい、もうすっごい勧めてきて、さらにあの別の友達もすっごい見た方がいいよってすごい勧めてきて、気になって1話見て、そっからずっと見てます。そうなの、面白い配信。いやもう今日のね、今日は30分ぐらいもうずっと物産展の話しかしない。本当に今日の思い出物産展ああまあね、でもお金使うところってまあ食ぐらいですからね、食とまあ衣類とか。でもね、ご飯がね結構楽しみでもありますからね、いっぱいね。バトル初見さんありがとうございます、すごい、おはようツイート見てます、ありがとう中村舞ですありがとうございます、よかったらフォローしてください、待ってます。そう、ぜひツイッターここから飛べるので、ここら辺からいっぱい食べて元気に。11月ね、もうね休めんけんね、食べて免疫つけんとね。どこですか？ね、あんね、私ね、多分ね、貼り付けとるはずなんよ、このプロフィールに。このね、ショールームのプロフィールにさ、多分どっかに貼り付けとんよ。そう、見てみてください。多分飛べるはず。ツイッターってところがあるかも。インスタしかない、嘘。インスタはある、なんで、マジでもうインスタもフォローしないでお願い、私のインスタ見ないでなんで、嘘だ、鳥のマークない、ツイッター、嘘、ツイッター中村舞で検索したら出てきます。
あと、アット STU48? ん?アンダーバークエスチョンだっけ?どっちだっけ?アットクエスチョンアンダーバー STU48 かな?どっちかです。適当。ちょっとわからんけど。ツイッターフォローしてます?プロフィールの下の方にある?え、ちょっと待って待って待って。自分も見てみるとね。インスタ。あ、これツイッター連携されてないんかな。一番下のところにある。インスタやめるん？いややめんよ。鍵アカにしようかな。非公開アカウントにしようかな。いやー。まあちょっとね、特に何も考えてない。やめるとかも考えてない。いやでもね、私多分更新宣言さ、しれっと消しても気づかない気がするんよね。じゃあ、ケンさんありがとうございます。中村舞です。インスタも好き、ありがとう。そんな、なんてことだ。まあね、あのツイッター、更新してると思いますので、はい、ぜひ見てください、ツイッターの方。はい、インスタ見て推し決めた。そうなん？私のインスタ見て、そう、マジかってなるよね。マジみたいな。インスタ合ってるか、インスタ、私のインスタってなんて名前でやってるっけ、中村舞。もう、なんかすごい、もう、全然投稿してません。何投稿だろう、7ぐらい、7投稿ぐらいしかしてないやつ、全部 A で、なんかもう探さないでください、お願いします。本当にお休みボット、ストーリーに、私ね、一時期インスタのストーリーにおやすみなさいっていう、一日おやすみなさいっていうのをストーリーであげてたんだよね。でね、なんかそこにおやすみなさいプラスなんか一言あげてたんだけど、なんかその一言がね、すごいなんかちょっと病んだ一言だったっぽくて、みちゅさんがね、マイキュー大丈夫みたいな、すごいね、心配されたんですよ。なんかね、あのすごいすごい、もうなんていうかな、すごいもう、どんなん書いてたっけな、覚えてないんだけど、あんまり、なんか別に自分は普通に書いてたんだけど、みちゅさんが、え、マジで大丈夫かなって本当に結構心配してて、え、そう、なんでちょっとそう、ちょっと一言はね、ちょっと難しいですね。どんなんだったっけな、アーカイブ見たら分かりそう。そう、優しいよ、みちさんが私のことをすごい心配して。なんかあったんかなみたいなって思わせるような、なんか一言だったっぽくて、毎日毎日、
ストーリーはアーカイブ残りますね。うん、マイキー明るくなったって言われた。嬉しい、嬉しいってか明るい、明るくなった？わからんけど。どうじゃろうね。でもちょっとね、いい意味で適当かも。結構もう、あ、もう知らんって感じよ。ポジティブ？ポジティブかどうかわからんけどね。そうよ。めっちゃ切る？もともと明るい。でもなんか多分こういう感じだったんかも。もうなんかあこういう時もあるし、すごいこうなる時もあるみたいな。でそれが結構こうもういっぱいこうなってるよねみたいな、波激しいみたいなね。じゃあありがとう。どっちもね、そうね、こんなんだったけど、今もそうなんかもしれんけど、あちょっとね、心電図みたい、生きてますよ本当に。もう明るくなったって言われる、いいこと？強くなった？なんかあれよ、あんまり気にせんくなったかな。何言われても気にするのは気にするんじゃけど、気にしすぎになった。そう、気にしてられんよな、この世のこともうありすぎていろいろ。噛みつく？え、今虎年だよね。ねえ、牛虎。虎年よな、今。で、来年が牛？ん？ねえ、牛虎。牛じゃないや。うさぎ？え、年女よ、来年。私。え、そう、虎年だから噛みついてるんですよ。なんで、噛みつきももう、あと、1ヶ月、2ヶ月ぐらいで終わります。はい。もう、2023年はもう、年女！もうすごいもう、うさぎみたいに生きていくので、ぴょんぴょんしながら。弾けるわ。年女よ。年女はいいことありますからね。本当に。年女。え、嬉しい。なんかね、私12歳の年女の時、人生一度目の年女の時、めっちゃいいこといっぱいあったんですよ。なんで二度目の年女もいいことがいっぱいあったらいいな。飛躍。かぶちゃん、ありがとうございます。うさぎ繊細？なんかひなさんが、岩田ひなさんがね、うさぎ飼ってる、クシュちゃんっていううさぎ飼ってるって言ってたんですけど、すごい反抗期みたいなこと言ってましたよ。なんかうさぎにも反抗期があるみたいな。私も反抗期来るわこれ。クシュ可愛いよね。なんか反抗したりするらしい。
サギ噛むの？え、やった私来年も噛むかも。じゃあ噛みついていくかも。12歳何があったか。年女なんか自分クラシックバレエ習っとったんだけどね、なんかバレエですごいたくさん評価してもらえることがすごい多かったり、あとは私中学受験とかしたんですけど、中学受験も見事受かったりとか、そうなんか良かったんですよ。その年女の時はめっちゃ良かったんですよ。そうなんでそうなんかいい12歳ってなんか良かったなっていう思い出がちょっとあって、年女だからだよって、そうなんか両親に言われて、自慢そう自慢しとこう。そうだから来年はきっとなんかいいことあるよって、来年もにしよう今年もねたくさんいいことがありましたからね、来年も。中学受験私言ったことなかったっけ。嘘、中学受験したんや。そうなんや。そうそうそう、私の受験エピソードとか言ったことないもんね10時だよ。嘘、ちょっと待って、早い、男女呼ぼうか。いいことあるさ、明日もいいことあるさ。ちょっと男女呼ぶ、見てね。嬉しい、マイキー知れたのが今年のいいこと、よろしく。今さら今更ですが、ちょっと待ってね。おいでます元気さん、にゃたろさん、はやりんぐさん、まゆとみさん、みやびさん、くねともさん、あずゆいさん、あさかさん、くまねパパさん、よしひろさん、やまねこ坊主さん、きなぺこさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。配信を見てくださった皆さん、ありがとうございます。なんだかんだいろいろ話した、はい、1時間半ぐらい、皆さんありがとうございます。いっぱいスクショしてください。キラーン、わいだ燃え袖しとこ。キラーン、キラーン、ちゃんと休んでね。みんなもね、明日は金曜日、金曜日も頑張りましょうおやすみなさい。そう、今日ゆるまきだったの、髪の毛じゃんじゃじゃーん、おやすみ。Yes.